だろうなん例えばその,あの改,改正憲法改正論もね、まあ、これ一番レッテル張られまくるからあえて言うと、まあ、多分条文とか見てないで言ってるんだと思うんですけど私たちがやってる、まあ、これずっとまあ2020年の12月からずっとやってんだけど権力の行使を容易にするための緊急事態条項じゃなくて。 その災害とか、まあ場合に戦争とか内乱とかね、そういったことの、まあ非常に混乱した状況でも、国会機能がちゃんと機能して、三権分立がね、ちょっと形が、行政が強くなるかもしれんけども、そういう時でもちゃんと国会の統制を働かせましょうと。で、国会が動いていれば、緊急政令いらないんですよ。ね。だからそういうことを、むしろ国会をちゃんと動かそうということで、 定めている、まあ、その一つの例として議員任期の延長なんかも入れてるんですけどなんかその戦争になるんだって言ってまあもう議論もしてない2012年の自民党の憲法改正草案の緊急事態条項を持ってきて国民民主党を叩くっていうのはやめてくださいあとまあ条文を読んでからですねそこはちょっとまた言っていただきたいなというふうに思いますね。